ッサのねシールはね、うん、なんとねまずはねこれがね、うん、六文マーク、うん、これはね葉っぱの草でこれはねまあ言っておくんですけど鳥、鳥、うん、っていうのはねここに火の絵が描いてあるこれはね丸丸六六文でしたもんなんですねこれはね六文はね、はがき、うん、これはね、六文食事、うん、で、これがね、言っておくんですけど六文、六文、ひどり六文ひどり丸で、これはね、お食事マークさっきのひどりマークオリジン葉っぱの草オリジン六文マークオリジン六の玉オリジン六個の先の玉、うん、オリジンということでオリジンが多いんですねで言っておくんですけどこの袋はね六文列車しか取れない、ね、貴重な袋です、うん、この袋はね例えばこれこれはねサインをねするの場所ですよね。なんだ？印鑑、印鑑、印鑑。表ガイド。表ガイドですね。でこれはねお寿司とか書いてあります。これはね説明に結構必要なので。それで、はい。これ結構珍しいものですね。珍しいものをもらえるのって嬉しいですよね。これとか入れて、はい、こういう感じで入れられます。はい、で、これがね、ノコモのね、最初のね、これはね、これはね、無料でもらえるね、やつがね、ノコモ、昨日でもらえます。昨日の時にね、これがね、セットでもらえます。発行はね、ないんですよね。じゃあ次。次はね、このね、何村から取ったんだ村から取った唐辛子ですねこれ床にあの雪からあったね、唐辛子でねここにね、七なんとかなんとか漢字六文、六文マークこれね、2022年12月6日に、発売予定でですえ、なんでなんで今1月ですよてかなんで俺もらってんのあこれ昭和か昭和2022年12月6日っていう感じでこれはねおすすめな場所がね自分の好きなお肉に入れると美味しいですこれね辛い人にはね好きなんですけどこれねこれ辛すぎるんですよね辛すぎた場合は富士山の水、氷の水氷の水はここにありますねこれはね食べた場合はこれ2つを飲んでますあとは普通の水高級水ドクモ水というところですねそしてからね雪からできた水ですねはいこれはねご飯とお肉そしてね実はねこれね野菜にも美味しいんですよね実はねこれねさっき終わった人参も結構美味しいんですよこれぜひねみんなもね六文列車に来て食べてくださいはいはいはいでこれがねさっき珍しいですけど八文五ですねここと八の五はねあ、よくね、見て、弦っていう感じですね、弦。これはね、ツルツルしてていいですね。うん。このツルツルマークですね。実はね、これもね、無料でもらえるセットもね、来ますよ。無料でもらえるセットですよ。そういえば、どれと一緒に入ってた？もうこれでいい、十分。で、これ。これだけですね。じゃあ次はさっき僕
たちが2つもらった観光町ね。観光町を、うん、観光町はね、綺麗ね。これ結構可愛いです。子供はおすすめです。何巻きなんとかなんとか運動Yeah.